深川ラボはですね、北原先生と三村先生いらっしゃいますけど、林直樹さんのアルティメットスタイルス行かせていただきます。じゃあツアー案内を北原先生お願いします。いやいや、僕も初めて来たから。初めて。どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。素晴らしい。失礼します。遠山と申します。お願いします。こっちが、ね、よろしくお願いします。いいですか、これ撮ってますけど。ありがとうございます。すいません。月山先生、これ YouTube なんで。あ、本当ですか、はい、ウルティメットスタイルスっていう、これ S になってるところが究極をたくさん生み出すっていう意思表示を感じました。わーおー、面白い形。どうですか、あのね、ほんと仕事ができるオフィスって感じね。みんなほんと綺麗、机の上がこんなに綺麗。綺麗。本日のツアーガイド、ゆうかでございます。彼女がツアーガイドとして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは、ワックスアップ、第5のワックスアップだったり、アダストだったり、でポーテレンの最終調整だったりとか、まあ、メインのルームっていう感じになってます。基本削りですね。そうです、基本削りを、はい、削りをやってます。すごい。はい。わあ。写真見たりとか。こちらにじゃあ患者さんがいらっしゃったりすることもあるんですか。以前はコロナの前はカスタムシードとかでここに椅子があったんですけど、はい、今はちょっとコロナの関係であっちで。あっちで。はい、玄関の。玄関の。はい、やってます。今はそうですね、患者さんは入られない感じで。はい。はい、皆さん入られたと思うんですけど、ここがオフィスになってて、オフィス今日は今一人だけなんですけど、はい、もう一人アメリカ人のローカルの人と日本人の方がいて、うん、ドクターの、まあ、問い合わせだったりとか、うん、いろいろ出品、あの、そういう感じのことをしてます、はい、配送とか。はい、そうです、はい、一応配送とかはこっちのシッピングルームが、シッピングルームこっちで、はい、ここでやってます。うわ、綺麗ですね。こちらがポーセレンルームです、ね。ポーセレンルーム。はい。じゃあここは林さんが。僕の部屋はここ。あ、はい、林さん向こうなんですね。ちょっと別のポーセレンルーム。ポーセレンは皆さんが盛れるんですか。三人今専属でやられてて。セラミスト。はい、そうですね。セラミストの三人とかって感じで三人でやってます。三人で。はい。こちらがモデルルームです。モデルルーム。はい。ここはもうケースというか、ね、ちょっと。どうですか、北原先生。いや、素晴らしい。素晴らしい。うん、まあ、なんか仕事ができるオフィスは。一応、あの、周りに先生が撮った写真が全部。あ、本当だ。あ、お写真が。はい、エモい。月山先生、どうですか、写真は。いやー、そう、なんか吸い込まれそうですね。ちょっと吸い込まれてみて。エモいです、ね、あれ、これも林さんのお手紙ですね。すげー、コメント大事。こちらが、先生のスタジオ。私のというわけじゃない、はい、先生が使われてるフォトスタジオですね。あ、いいですか、失礼します。うわー、カメラもいっぱいで、これはすごいですね。ここであの皆さんのモデルさんたちの写真とかが撮られてるんですね。すごい。西川貴教、西川貴教。わー、わあ、どうぞモデルに。田島先生モデルで。お、すごい。うわぁ、エモい。あ、いいですね。撮れてる、撮れてる。彼はこんな感じです。こんな感じです。な感動がありますね。あ、いいやん。うわぁ、全部すごい。
すごい、はい、でこちらが、はい、あの我が社長の世界の林直樹さん。もうここ本当だ、はい、プレゼントリームで、ね、直樹林と書いてありますね。入ってもよろしいですか。失礼します。世界を魅了するガンダム。それは完成品です。あ、これ完成品ですね。すぐたじゃないですね。ガンダムの頭だけもそれガチャ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 。ターミネーターは作りました。これですか。リアルだもん。歯も頭もです。あ、本当だ。頭ですか。はい、めっちゃリアル。ガンダさんこっちでやるんですね。ガンダさんもここで見て、このライトもじゃあ決まってるんですね。そうですね。これ LED です。ここから世界を魅了するお仕事ができてるわけですね。もうほとんど全部マイクロでしたっけ。そうですね、マイクロとあと拡大鏡。拡大鏡よかれてます。あ、この姿なんか写真で見ますね、はい、時々鉛筆がここまでアーティスティックになってます。この鉛筆ここにあります。この鉛筆が、あ、ここに100色、これを買って、あ、100色の、はい、これ1回安く済まそうと思って中国の買ったらやっぱりクオリティが悪くてで、イタリアのを取り寄せました。うわー、色鉛筆にもこだわり。はい、ここが一応ランチルーム。ランチルーム、はい、おしゃれ。ランチルーム、めちゃくちゃおしゃれなんですけど。あ、本当カフェ&バー、はい、先生のセンス、めっちゃおしゃれ。わあ、すごい。ライトが。本当だ。これみんなの手形ですか、ひょっとして。はい、そうです。チームですね、やっぱり。はい、あ、これ手書きだ。あ、そうです。本当だ。かわいい。2014年。2014年、もう1年も前ですね。はい。え、北原先生の手形をそこに加えるんですか。技巧送られてきますよ。いいですね、なんかおしゃれな。そこを開けて外から見るとちょっとしたバーに見える。そうですね、今まさしくそのコメント言おうとしました。コーヒーを入れしますか。あ、ありがとうございます。ここが1,2,3,4,5,6 ちょうどです。ありがとうございます。ちょうど貴重な社長自ら、この後スタッフです。この辺やっぱり出てくる。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。お邪魔しました。お邪魔しました。ありがとうございました。林さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。お越しいただきありがとうございました。またこれからも技巧さんが日本からまた来る可能性がありますよね。はい、はい、そうですね。また今後もよろしくお願いします。1万再生よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。